マガツノート戦シーズン2ラジオドラマ第2話、チーム楽マスラオの場合、前編。ある日突然バンドを組んでライブへ出演することとなった武将たち、果たして彼らの運命やいかに。というわけで今回モニタリングするのはチーム楽、バンド名マスラオの練習風景じゃ。メンバーは正宗様、秀吉様、清正様、忠勝様、佐助様ですか。秀吉様はこの手の催しに強かったと記憶していますが、奴はあれで人心掌握には意外と長けているからな。問題はそれが身内には通じんという点だが、まあしかしこのチームの最大の見どころはやはり正宗であろうな。あの野暮の極みのような何の面白みもない若造が一体どんな文化を見せてくれるのか、まあ気楽に見守ろうではないか。というか信長様、なぜ私こんなところに。全く前後の記憶がないのですが。後で利休にでも聞け。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでショショショ。じゃあ一抜けっと。そんじゃ俺はこのベースにすっかな。やはり楽器狙いか。当然、間違ってもボーカルなんざごめんだからよ。まだ担当の割り当て決まんねえのか。うるさい、ようやく決め方がじゃんけんに決まったんだ。もう少し待っていろ。まあ誰がどれでもいいけどな、ボーカルである俺の邪魔にさえならなけりゃよ。人前で歌を歌うなど冗談ではない。何としても楽器を取る。再開するぞ。最初はグー、じゃんけん。残っているのはギターにドラム。楽器のことは詳しくないが、音階がない分ドラムの方が楽なんじゃないか。何としてもそちらを抑える。あいこでしょ。よし、俺の勝ちだな。あー、また負けた。裏をかかれたか。そうだな、俺のパワーを最も活かせるのはやはりこれだろう。俺はこのドラムを選ぶぞ。しまった、先に取られたか。となると残る楽器はギターだけ。もう負けは許されない。ねえねえ正宗、最後だけでも戦って決めない。だくさっきも言ったろうが小猿、そいつは時間かかるから却下だ却下。ちぇケチ。いいよ、わかった、もう何でもいいよ。よし、なら行くぞ。最初はグー、じゃんけんそれ。お前何を。おい、だから荒事は控えろと。こいつが仕掛けてきたんだ。急に鎖を投げつけてきて何のつもりだ。ポン。は？ああ、正宗刀握ってるからグーな。それだから今パー出した俺の勝ち。ギターはもらいっと。はあ、ふざけるな、そんな道理が通るか。よし決定な、この構成でいくぞ。待て、今のは反則だろ。カエホークでルールとかギャグかよ、ひよっこ。どう見てもお前の負けだろ。清正、お前一言だと思って諦めろ正宗、場外戦術禁止の取り決めなどなかった。つまりサスケの方が上手だったということだ。そうそう、男らしくないぜさっきの卑怯なあれは男らしいのか。たく、人前で歌を歌うのがそんなに怖いってのか。泣く子も黙る解放区の武将ともあろうものがよ。そのお胸のサタンの心臓は飾りか何かか。
ああ前の小十郎も草葉の陰で泣いてるだろうな。わかった、やってやる。やればいいんだろう。じゃあ今日のとこは俺もいろいろ確認してえし、個人練習にすっか。明日には合わせをやるからしっかりやれよ、俺の晴れ舞台のためにね。取りますために。よし、ってなわけで一日経ったな。んじゃあ合わせの前に一人ずつ練習成果を確認していくぞ。この俺の足を引っ張るやつがいると困るからな。へえ、誰から？そうだな、まずは俺が手本を見せてやる。お前ら耳の穴かっぽじってよーく聞けよ。ざっとこんなもんよ。意外や意外、まさかこんな才能があったとは。実に迫力のある歌声だった。才能なんて大層なもんかよ。宴会好きが高じて身についた一芸ってだけだよ。でもなんかすっげー偉そうで鼻につく感じ。俺はユキの歌の方が好きだな。聞き惚れて物も言えぬってか。なら次は楽器3人組やってみろよ。なんだお前ら、結構様になってるじゃねえか。だろだろ、スタッフの人にも勘がいいって褒められたんだ。やってみると意外と楽しいかもな。それにライブってのは人がいっぱい見てくれるんだろ。そしたらあいつにも見てもらえるかもしれない。そう思ったら悪くないかもって思えてきてさ。兄貴がやれって言うし、それにまあ音楽嫌いなわけでもないし、死ぬほどめんどくせえけど。家康様のことは心配だが、会えんのでは仕方がない。ならば今の自分にできることは家康様の部下として恥ずかしくない演奏を披露することだけだからな。となるとあとは政宗だけか。ああ、では行くぞ。どうだっただろうか。あ、いや、そのな、おなんつうかだな。どう表現したものか。棒読みじゃん、超棒読みじゃん。表情もカチカチで声も小さいし、お人形が歌ってるみたい、かわいい。いや、なんつうか、さすがの俺もつい言葉を飲み込んじまうレベルだったぜ。まあ斬新な歌声ではあったんじゃね。ちょっと俺には理解できなかったけど。いや、技術云々以前に歌詞を間違えていたぞ。暗記していないならなぜ正直に歌詞を見なかった。ねえ、もう一回、俺もう一回聞きたい。もういい、俺は帰る。帰るってどこにだよ。決まってるだろ、外にだ。は？いいのかよ、ペナルティの件忘れたのか。そんなもの知ったことか。援助などなければないでどうとでもする。あーりゃりゃ、これマジで拗ねちゃったやつ。へえ、何それ、せっかくギター楽しくなってきたのに。でもそれなら俺もやっぱやめようかな。待て政宗、くどいぞ。帰ると言ったら俺は帰る。すまなかった、少しばかり言い過ぎた。秀吉、清正、佐助、お前たちもだぞ。一生懸命やっているもの、特に仲間を笑いものにするのは良くない。仲間だ。そうだろう、外では敵同士とはいえ今は同じバンドのメンバー同士なのだからな。おお。しかしだ政宗、あれだけ言われて悔しくないのか。このままここを去って
お前に悔いは残らないのか。それはそれに何よりアークと戦うのにオリベの支援がないのは厳しいぞ。利休はむちゃくちゃな男だが、それを通すだけの力も持っている。ならば一時の屈辱を我慢してでもフェスに参加する価値はあると思わんか。しかしやはり俺にライブなど。あいつらって敵同士じゃなかったの？ほっとけ。せっかくバカがバカを説得してくれてるんだ、面倒なくていいだろ。大丈夫だ政宗、技術に不安があるというのなら練習を重ねればいい。幸いまだたったの2日目だ、時間はたっぷりある。だから共に戦おうではないか。わかった。そこまで言うのなら戦ってくれるのか。ただしあくまでアークとの戦いを有利にするためだ。その意気だ。お前ならそう言うと思っていたぞ。ボーカル一人の方が目立てそうだったんだが、まあいい。とりあえず練習始めるぞ。政宗、てめえは邪魔だからどっかで個人練でもしてろ。わかった。っていうか、なんであの猿が仕切ってるわけ？そこも掘り起こすと面倒だから、ほっとけ。その、忠勝。ん？どうした？一人では会っているか会っていないか分かりづらい。少し、練習に付き合ってもらえないか？そういうことか。うん、任せておけ。すまない。助かる。チャンネル登録と高評価しておいてくれるだろう。